結婚前提のクソ告白は他にも。もうそうすパターンもあるんやけどな、それが。付き合ってもないのにいきなり結婚とかそういう話をされて。一緒だ。そう語るのはミス中央の秋山さん。急に来たの。お仕事でよくしてもらってた人にご飯誘われて行ったら指輪を出されて告白されたことがあります。やばい人とご飯来ちゃったって思います。何なんだろうな、そういう人は。5ヶ月前に告白されたんですけど、どこどこ行こうよみたいな。自分の中で組み立ててるのか。最近何してるのみたいな連絡が来ます。あーねー、執着すごって思います。なるほど。今まで20人以上に告白されたことがあるというミス国学院ファイナリストの梶山さんも。3回目のデートだったんですけど、カフェのテラスで長椅子に座っていたんですけど、一番端っこまで詰められて、詰められすぎて、あのお尻が8割から9割落ちてて、片足で踏ん張りながら話を聞くっていうことがあって、東大生だったんですけど、東大に通ってて、ここに就職して、親はこれだけいい企業の社長だから、もう絶対幸せにできるし、価値観がこれだけ合ってるしっていうのをすごい熱弁されて、絶対自分なら幸せにできるっていう、すごい自信満々だったんですけど、私のお尻さえも幸せではなかったっていうこと。いや本当にクソでした。本当にもうなんか体も痛いし心も痛いし、何回か喋っとんだこれ。よそで続いて話を聞いたのは恋愛至上ファミリーバーレスク女子。カラオケで告白されたことあります。魔法の絨毯の歌を歌ってる時なんですけど、あのお金もないし力もないし地位も名誉もないけどっていう歌詞のところで、お金もあるし力もあるし地位も名誉もあるけど、これどうかなってマイク持ちながら言われた地獄のカラオケですかね。そういうのが好きな女だと思われてたっていうのがちょっとショックで、私も変わらないとと思いました。まあそれなりにこういい感じな関係ではあったんですけど、まだ告白はされてなくって、自分もまだワクワクしていて、まあ、いつも通り普通にご飯食べに行ってて、急にこうバンッと照明が消えて、あ誰か誕生日かなみたいな感じで待っていたら、急にフラッシュモブが始まって、でえフラッシュモブみたいな、何のフラッシュモブだろうと思ってバーって周り見渡してたら、あ私だと思って、けど私誕生日でもないし何なんだろうと思ったら、こううわーってすごい派手な演出が終わって、終わった瞬間に僕と付き合ってくださいって思いっきり言われて、めちゃくちゃおもろいやん。知るわけでもないのにフラッシュモード。確かにな。結局あの断れずに、あの成功してるじゃん。作戦成功。していただいたんですけど、あの時の光景が忘れられなくって、たまに夢の中とかでも出てきちゃって、もうあトラウマになってるこれと思って、やっぱりお友達に戻ってほしいということでお別れをさせていただいたんですけど。さらに番組ファミリー中目マンチカンの猫ちゃんたちもクソ告白されていました。はっきり言いますけど、この素人臭さが最高だよ。この子らええのよな。お色気担当愛ちゃんがされたクソ告白は、なんかバイトの先輩がいたんですけど、普通に人として好きな先輩で、まあ、恋愛感情は一切ないみたいな人で、声のトーンがいいよね。でその人にご飯を引くみたいな誘われたんで、普通に行ってカフェに行ったんですけど、なんかココアおごってもらって普通に話してたら、急になんか俺のこと好きでしょみたいな、付き合ってあげてもいいよみたいな言われて、えってなって、なんかそんな感情一切なかったんで、普通にやんわり断ったら、そのココア誰のお金飲んでんのって言われて、やばっ、おおと思って、それはあかんな、まあ、みたいな、ありがとうございますみたいな感じで、なんだこいつと思ってびっくりしました。続いては、胸が大きくなり始めた頃から告白されることが多くなったというミーアちゃんは、同じ学校で、まあすれ違った時っていうかに、たまたまほっぱいがぶつかっちゃって、それで私がアピールをしたって思われちゃって、思うよ、思春期思っちゃうのよ。お互い意識してなかったし、
私も本当にどうでもよかった人なんですけど、この間アピールしてきたよね、あ、それ言ったらダメ、付き合ってもいいけどみたいな言われて、あ、大丈夫ですってなりました。付き合うとしてもおっぱい当てへんやろ、はい、別に今から会わないって言われて、好きだったから会いに行ったんですよ。会いに行ったらそのスキピの後輩もお家にいたんです。で、 YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはここをクリック。